東京大学2018年の力学の入試問題その2を始めます。2番の1番からですが、2番はこの時刻が t イコール0で大と小球が静止していました。で、この振り子はまっすぐ鉛直下向きを向いています。で、静止していた振り子が透過速度を戻します。台に力を加え続けて、この台の加速度が a で、透過速度とするように第2位から FT を加え続けました。で、時刻が T イコール T0 の時にこの小球の高さが初めて最大となりました。つまりこの台を右方向に力を加えたら透過速度しますけれども、この台から見るとこの振り子の小球は慣性で動きますね。逆方向に行きます。ですからこういう保つわけですけれども、普通は一般に静止していれば鉛直下向きで単振り子は単振動しますけれども、こういう状態でコールが振動の中心になりますね。ですからこういうふうに単振動するということですね。で、時刻が T0 での時に小球の高さがつまりここから最大に触れたということですね。その小球の高さをここの振り子の長さ L、 ここから小球の高さ HGA を用いて表しなさいというのが一番の問題です。台に力を加え続けた結果、この小球には慣性力が逆方向に A、 この A ですね、マイナス MA という力で慣性力が加わりますから、こういう方向が振動の中心になりますね。単振り子の振動の中心が真ん中です。ですからここが θ、 ここも θ ですね。つまりここが 2θ ですが、こういう単振動します。で、ここで最高の小球の高さ、ここですね、 最大となったのはここの位置ですから、ここの小球の高さをここからですね、水平、ここの水平面、床からの高さがここですね、ここがいくらかということです。ですからここが H プラスの、このここの長さは何かというと、これが L ですから、これが何かというと L のコサイン2θ ですね。ですから L 引く L コサイン2θですから、こうなります。ですから結局ここの高さをラージ H としますと、ラージ H はこの H プラスこれですね、なりました。でコサイン2θというのはコサイン 10θ マイナス 30θ ですから、1マイナス 30θ で、これは1マイナスの 2sin10θ になりますね。ですから1引く1で結局マイナスマイナスで、これがH プラスのこの 2倍の L の sin 事情シータになります。で、この振り子はこういうシータという角度で慣性力が来ますから、こういう子が振動の中心になります。で、ここはこの周期の働く重力の向き、鉛直下向きに G ですね。これがこの大きさが G です。で、ここのこれがマイナス A ですね、慣性力です。で、 A ですからここが A ですね。三平方の定理で G と A のここは斜辺はルート G 以上プラス A 以上になります。ですからここの sin θはこれ分のこれですね。ですからルート G 以上これ分のこれ A ですね。ですからここで sin θはルートの G 以上プラス A 以上分の A になりますね。ですから sin 以上 θ は何かというと G 以上プラス A 以上の A 以上になりますね。ですから結局 H は、ですから H はこれですね、 H プラス 2L の sin 以上 θ がこれになりますから、ここへ持っていきます。で、 2A 以上 L になりますね。これがここの高さになります。これが答えになります。過去2番の問題です。時刻 t イコール0から、 t が0の時は真下に向いていましたね。で、それから透過速度の運動をします。 t イコール0から t0 までの間に力 ft がした仕事をラージ m、 この文字を用いて表せるという問題です。力 ft がどれだけの距離を動くかというと、 t が0から t0 までの間に透過速度を運動しますから、2分の1 AT0 地上という距離ですけれども、その力 FT かけその距離をかけたところでこの文字を使ったことになりません。ですからこの力 FT がした仕事というのは、このどれだけの変化を与えたか、つまり位置エネルギーの変化、あるいは運動エネルギーの変化を
見ればいいわけですね。この力を FT がした仕事はの結果、その昇給が最大の高さまで上がったと。それから T0 秒後の昇給と大の温度エネルギーが現れたということですね。ですからそういうことを考えると、力 FT がした仕事というのはデルタダブルとしましょうか。仕事の増加というのは、その位置エネルギーの増加と、それから温度エネルギーの増加という結果になったということですね。まずその位置エネルギーの増加は何かというと、この昇給に現れています。ですからここを基準とすると、最大これだけいったということですね。これだけの位置エネルギーが増加したということです。ですからこれが L1 マイナスコサイン2θという高さになりますから、 MGL1 マイナスコサイン2θですね。で、全問の結果でここの高さはこの H 足すここでしたね。この高さが何かというと、これになりました。ですからここの部分ですね、こちらの部分をがこれに相当しますから、これ MG かけこれですね、 G 乗プラス A 乗分の 2H を L になります。次に、この力を加えてした仕事ですね、仕事の結果温度エネルギーが増加しています。それは昇給と大の温度エネルギーに現れていますから、一緒にして2分の1の M プラス M が、速さは T0 秒後には等加速運動しますから AT0 ですね。 V これ AT ですから AT0 です。 AT0 の V、 これは V になりますね、事情になります。ですから結局力 FT がした仕事というのは、これ足すこれですね。ですからこれとこれを足したものになります。で、力が FT がした仕事というものは、この昇給のここの位置エネルギーですね、これ足す、これが運動エネルギーですね、これとこれ足したものが力 FT がした仕事になります。これが答えです。過去3番の問題です。この3番は、台に加えた力 FT のグラフを赤から赤から一つ選べという問題です。あといいです。これが O と A です。これが O と K です。この台に加えた力 FT というものは、一番簡単なものとして、この昇給の質量と台の質量を足したものですね。それが A という等加速運動していますから、 M プラス M の A ですね。これは欠かせないですね。しかしこれだけではありません。というのは、この二体問題として、このこちらに加速していますから、この振り子はこういう方向に、つまりここが振動の中心になるわけですよね。こういう方向に力を受けていますから、結局このここを張力としますと、 T のサインシーターとこの慣性力が働いていますね。ですからこれからこれ引いた、つまりここですね、ここにはこういう力も加えないといけないと。つまりここの括弧の中は T サインシーターマイナスの MA ですね。で、ここの張力 T は何かというと、この延長下向きに重力が働いていますが、これの糸方向の成分というのはこちらですね。これですね、先ほどの図は間違えて、こういう方向、ここから下ろした垂線ですね。ここがこの M 字コサインシータになります。で、これだけではありません。この慣性力のこの糸方向の成分ですね。つまりここです。この長さは何かというと、MA という大きさのサインシータになりますね。ここがシータですから、ここが直角で90マイナスシータ、ここは直角ですからシータになりますね。ですからこの T というものは、つまり MA サインシータプラスの MG コサインシータになります。大きさだけで言うとね、ですね。で、 T サインシータがこれですから、これにサインシータかけたものがサイン10シータ、これサインシータをかけたのがこれです。で、このマイナス N にここ持ってきました。で、これと MA とこれでサイン10シータマイナス1です。1というのはコサイン10シータプラスサイン10シータですから、この残りのマイナスコサイン10シータが残ってこうなります。で、これはそのままですね。で、これ結局、この振り子に加
加わっている力はこういうこれですね、これになります。ですからここがこれがこれになるということですね。結局台に加えた力 FT というものは、結局 FT というものはこういう M プラス MN とこれを足したものですね。こういう式になります。で、これを見るとグラフでは縦軸が FT ですね、横軸が T になっています。で、めぼしいところを考えてみます。 T が0の時はどうかというと、ここのこういう状態ですね。こういう状態ですから、θ が0ですから、ここ θ イコール0を代入すればいいですね。θ が0ですから、ここですね、θ0 ですから、 t が0の時はここにこういう状態ですから、 tθ が0ですから、これが1になりますね。θ0、θ0 ですから、これは0になります。ですからこれと m プラス m の a 引く、これが1になりますから、マイナス m a ですね、これが0になりますから、結局 m a とこれ消えて m a になります。ですから t が0の時は m a だということですね。次に2分の t、 t が0ですね。この t0 が最大の振れ幅でした、振れ角でした。で、 t が2分の t0 ですね。2分の t0 の時はどうかというと、これちょうどここからここへ行くのが2分の t0 ですね。 t0 って最大の振れ幅、振れ角でしたから、ちょうど真ん中ですね。つまり振動の中心になります。振動の中心というのはこの復元力が0ですから、ここが0になります。t サイン θ マイナス m、 振り子の復元力が0ですから、これ0になります。ですからここ、これだけ残りますね。ですから m プラス m a になります。2分の t0 の時はちょうどここ、この m プラス m の a になります。ですからここの2点を必ず通るということですから、このグラフを見るともう E しかありません。で、正解はこの E ですね。ですから答えはもう E だということが分かります。結局1番と2番でもうすでに E という答えが分かる、明らかなんですけれども、もうついでに3番 T が T0 の時ですね、の時の FT0 を求めてみます。で、これは T0 の時は何かというと最大の振れ角ですね、その θ の時よりもその2倍の最大に振れた時の角度の時です。最大の高さになった時ですね。ですから、これはこのここの国際シーターが 2シーターになるということですね。このシーターが2シーターになります。シーターが2シーターになります。で、この時、これを計算すればいいですね。国際2シーターは何かというと、1マイナス2サイン10シーターで、これはサイン10シーターは何かというと、ここでのルート、ここが重力加速度 G ですね。これが慣性力による加速度ですから、こういう方向が中心の中心になりますから、これはルート14プラス14ですよね。まあ、前回やりました。ですから、サインシータがこれ分のこれ、コサインシータがこれ分のこれになります。つまりこうなります。ですから、サインシータの2乗ですから、これを2乗したものがこうきました。で、計算するとこうなります。で、サインシータの場合ですね、これは2サインシータ、コサインシータですから、サインシータとこれをかけたものですね。ですから、AG になります。2倍ですから、2AG になります。で、これを計算すると、つまりこの G と A でもってこういう M プラス MA がそのまま持ってきました。こうなります。で、これをさらに計算しますと M プラス 2MA と引く、こうなります。これは M プラス 2MA よりも小さいですね。小さいですから M プラス 2MA まで行きません。 T0 の時はそれよりも小さいです。ですからこことここはもう分かりましたね。ですから裏を見るとサインシータ、コサインシータですから、こういう曲線が来ますね。ですからこうなります。答えは E ということですね。括弧4番の問題です。最後の問題です。 T が T0 で力を加えるのをやめたが、台と小球はその後も運動を続けました。時刻は T が T0 よりも大きい時における糸状の点 Q、 つまり重心ですね。前回やりました。その速度の X 成分、点 Q の速度の X 成分を求めよう。また点 Q から見た小球の振動の周期 T2 をラージ MGL を用いて表せという問題です。力を加えるのをやめたんですけれども、その時それ以後はもう等速度運動しますね。その時の速さは
V イコール AT0 ですね、 V イコール AT0 というこの等速度で運動しています。ですからで この点 Q というのは何かというと、この糸状における L0 という位置ですね、これは運動しないということでした。つまり重心ですから、静止している時は台が静止している時はずっと静止していますが、等速運動している時はやはりその台と同じ速度を持っていますね。ですから外から見るとこの X 成分というものは、つまりこの AT0 という、つまり AT0 ですね、答えは X 成分を求めようたら、これこの速度でもって点 Q は運動します。またその点 Q から見た周期の振動の周期ということは、 Q というのはここですね、ここから見るとここから L マイナスの、ここは L0 でしたね、 L0 というその紐の長さのタンプリコの振動ですから、前回でやりました、それと全く同じ答えになりますね。 2π のルート G 分の G 分のいわゆる G 分の L マイナスの L0 ですね。ですからこれはこの前はそのこちらでないですね、等速度運動ですから、あくまでも振動の中心は真下になりますから G でいいですね。もしも加速度運動の場合はルート G 乗プラスの A 乗となりますけれども、この場合は等速運動していますから G でいいですね。ですからこれは前にやりました L-L0 は前回やりましたね。ですからこれは L-L0 というものは前回やりました、 M プラス M 分の ML ですね。ですからこれが答えになります。